エネルギーナビゲーター、大畑晴美がお送りする星読みつれづれ草62。今日は新月と満月の願い事、水瓶座8度15分、新月のメッセージをお届けします。はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。大畑晴美です。US はですね、10年ぶりのカリフォルニアはずっと干ばつが続いてたんですけれども、10年ぶりのなんか大雨が降ってまして、お正月早々ずっと雨ばかりで、 US のリトリートを今年したんですけどね、初めて第1回目の。そのリトリートの時だけ晴れたんですね。で、リトリートが終わってお二人がお帰りになってからまたずっと大雨で、すごいんですけれども、日本はどうなんでしょう。日本もなんか雪が降ったりとかですね、結構天候がいろいろあるみたいですね。そして US といえば、1月20日にいよいよトランプさんが大統領になって、今バタバタしてますけれども、翌日ですかね、世界中で女性がいろんな行進をしたりとかですね。だから、本当に大きくなんか時代が今本当に変わろうとしている幕開けだなと思うんですけれども、今度のですね、この水瓶座の新月というのはですね、今年初めての新月でもあるんですけれども、この2016年が9の年で、その場での9年間の最後のこうカルミネートした年でしたね。で、2016年で一つのサイクルが終わりました。で、2017年から全く新しい、また9年間の新しいサイクルが始まる、その最初の、新月でもあるんですね。で、本当にこのね、水瓶座の新月パワフルです。はい。で、早速、エネルギーナビをお伝えしようと思ってるんですけれども、ちょっと新月に入る前にですね、いつものようにですね、1月後半のエネルギーナビをちょっとお届けしておこうと思います。ちょっと新月図だけお見せしましょうか。ちょっと見やすいようにですね、ちょっとボールドの太字のもののチャートにしたんですけど、ここにね、日本、東京の場合ですね、1月の28日になります。朝の9時6分ですね、にですね、8時8度15分で、これ11ハウスなんですね、東京は、日本は。ってことは、もうアセンダントが魚座の28度21分最後の方なので、もともと水瓶座との11ハウスなんですけれども、それが、日本の場合は11ハウスであるということで、これまた水瓶座が非常に強調されていますね。はい。で、ここで見てわかると思うんですけど、この、天王星と木星のオポジションというのは今年ずっと続きます。秋ぐらいまでね。そしてプルートと T スクエアになっているというのを、ここですね、こういうふうに T スクエアになってますね。これがですね、この間の12日ですか、蟹座の今年初めての満月でしたね。満月はこの蟹座のがここで22度にあってですね、めちゃくちゃパワフルな、カーディナルグランドクロスができてました。で、まだその残りが残ってますよね。ただ今回はもう星がですね、全部こちらの方に偏って入ってますけれども、そういったわけで、ずっとこのね、木星と天王星、そしてプルートの T スクエア、そして、そうですね、土星がですね、ユラヌスとずっとトラインを今年は取ります。ね、これですね、土星が、ここと取ってるんですね。24度、今20度ですね。ですから、このエネルギーはずっとこれからもしばらく続くんですけれども、カニ座の満月の時お伝えしたように、1月の8日に、水星が逆行から戻りまして、2月の6日までずっと全ての天体が巡行しています。ただ6日過ぎますと今度は木星が逆行に入ってきますし、それからこの後申し上げますけど、金星も3月から逆行に入るんですね。だから、この本当に水瓶座の新月は本当に新しいブランドニューのスタートをね、いよいよ切る時だと思うんですね。
お正月1月1日はまだ彗星逆行してましたよね。で、12歳のオラクルカードリーディングも、まとめの動画を作りましたけれども、あそこでも申し上げたと思いますけど、トリックスターがたくさん出てました。そういった意味で、ちょっとお正月が始まったもののね、いろんなものがちょっとなかなか進まなかったり、そしてカニ座のものすごい強力な、カーディナルグランドクロスのある満月で、とにかく古い、もう必要のなくなったエネルギーとか人間関係とかいろんな感情とかをですね、とにかくリリースすることを宇宙が、促してくれていました。で、あともうちょっと時間ありますから、今日もう24日なので28日まで本当3日ぐらいしかないので、今大急ぎで動画を作ってるんですけれども、まあ、この水瓶座の新月の前にですね、もう出てきたものをとにかくレッドゴーしましょう。それが、水瓶座のブランドニューのですね、本当に9年間の新しいサイクルの、をスタートするにはぴったりのエネルギーですから、ちょっとそれをしっかりですね、理解していってください。で、1月の25日なんですけれども、US 時間は明日なんですけど、金星がですね、魚座の22度00分ぴったりでですね、カイロンとぴったり重なります。22度ぴったりで、でこれとても大切なんですね。金星は魚座では非常にパワフルですし、で本当に愛の星ですよね。でそこにカイロン、癒しのカイロンと重なるということで、で火星もですね、近くにいますので、いろんな意味でやっぱり金星と火星が一緒にいると、やっぱりラブですよね。人間関係、特にまあパートナーシップとか、そういったもののまあいろんな傷とかですね、が大きく癒される時なので、この満月、新月もですね、まだ火星、魚座の29度49分かな、もう最後のところなんですけど、いますので、そういったことも大きなテーマになってくると思います。で、ちょっとこの22度というのは、まあ、マスターナンバーですけれども、彗星がですね、シャドウフェイスに入っていくんですね。どういうことかというと、彗星はですね、逆行する天体の中で、一番逆行する回数が少ないんですね。520何日だったかな、ちょっとはっきり覚えてませんけれども、に一度しか、逆行しないんですね。だから、まあ、1年半に1度ぐらいですかね。彗星は年に3回から4回弱逆行するんですけども、そして、何でしたっけ、火星は2年に1度逆行しますけれども、金星は500何十日、湧くんですね。で、期間も短いんですけれども、3月の5日から、お羊座の13度で逆行を始めます。そして4月の15日で逆行がカラーステーショナリーディレクターに戻るんですけど、その時がですね、この魚座の22度になるんですね。だから、ここからがシャドウフェーズになりますから、そういった意味でも、金星のテーマっていうんですかね、そこをもう一回今からも見直していくということがとても大切なエネルギーになってきています。1月の26日に、今度は月と冥王星が、新月に入る前に、今新月だとここなんですけども、ここの冥王星のある山羊座の17度でですね、合になります。重なってきます。だからいろんな意味で本当にこの新月の前にですね、いろんな感情とかですね、それからまあ山羊座のテーマですかね、いろんなストラクチャーの中でせめぎ合いみたいなことが起こって、結構こう揺れることがあるかもしれませんけれども、その時こそですね、いろんなものをこうリリースして、すっきりとですね、28日の新月でアファメーションするというのがいいと思います。はい。で、1月の31日、日本は2月の1日なんですけど、その後月がですね、火星と、お羊座2度ですね、合になってくるんですけども、この火星がとても今回も大きな、今回特徴的なエネルギーになっているので、
これからしっかりと満月のデータをお伝えしたいと思います。はい、満月なんですけれども、時間はですね、US は1月の27日の午後4時6分、PST ですね、パシフィックスタンダードタイム、西海岸の方ですけれども、で、日本は今申し上げたように28日の午前9時6分になります。で、先ほど申し上げたように水瓶座の8度15分なんですけれども、まずね、この水瓶座っていうのはもともとこの11ハウスのルーラーなんですよね。で、水瓶座のエネルギーっていうのはやはり土星で、ヤギ座の土星でですね、作り上げた、その、なんて言ったらいいですかね、いろんな仕組みとかですね、体制をですね、とか、自分の中のいろんなこうやってきた、とにかく作り上げてきた仕組みみたいなものを進化させていくときに、よりこう、なんていうんですかね、アウェイクニングですよね。ライトニングっていつも言いますけど、稲妻のようなエネルギーですね。スコーンとその型にですね、穴を開けてですね、進化をしてくれるようなエネルギーを持っています。ですから非常に未来志向ですし、前向きですし、それから非常に風のサインですから、ドライですね。その上、水瓶座というのは、不動級ですから。ですからやはりこう、結構頑固なんですね。だからやっぱり、この水瓶座の新月で私たちがこうよくしっかり考えることはですね、本当に自分にとっての真実って何なんだろうってことをしっかりと考えていくことがとても大事だと思います。うん、なんて言ったらいいですかね、この水瓶座の新月の時にね、こうできてるこの T スクエアがずっとまだ続いてますよね。だからやはりこの、T スクエアの中に水瓶座のルーラーであるこの天王星も入っています。だから、今年のですね、この最初の新月が水瓶座っていうことでね、やっぱりこの天王星のエネルギーが今年は本当に大切だなと思うんですね。天王星は何度も言いますけれども、革命の星ですね。今までの古いやり方、今までの当然と言われていた体制、条件、ね、そういったものをですね、変えていこうと、もっとよく変えていこうというエネルギーなので、そのエネルギーをしっかりと利用してですね、私たちも個人個人がですね、一人一人の個性を大切にして、自分のユニークさ、自分にとっての真実、周りとか社会とか学校とかがですね、親とかね、先生とかがね、こうあるべきというふうに、こう、決めてきた、事柄を鵜呑みにするのではなくて、もう一度ちょっとしっかりと自分の内側を見返ってですね、自分にとっての真実、自分のハートにワクワクとする、自分にとってどういうものが自分の魂にとって一番大切なものなんだろうかということをよくこう見返ることがとても大切な新月だと思います。そして、実はですね、このお正月、2016年の12月31日の大晦日にですね、1月1日になる手前に月は水瓶座に入って、そしてお正月1日ずっと水瓶座にいたんですね。ですから、やはり今年1年象徴的ですよね。月が水瓶座から始まってですね、天王星がこうやって非常に厳しい T スクエアを取ってると。で、この冥王星と天王星のスクエアもここをずっと何年もあるスクエアですけれども、
そこにこの木星が絡んできてますので、木星っていうのはいろんなものをですね、どん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 こう拡大していきますよね。だからやっぱり今本当にこのいろんな角度からこれからまたご説明しますけれども、この水瓶座の新月は本当にニューピーギニング、もう新しいスタートなんですよ。だから皆さんも本当にどんな自分の生き方をしたいのか、自分の本当の自分ってどんな自分なんだろう、そしてその自分の魂を輝かせるような生き方ってどんな生き方なんだろう、そういったことをしっかりと自分と向き合ってね、表現してみる、アファメーションしてみるっていうことがとても大切だと思います。ですからね、なんていうのかな、とてもラジカルな、ファストムービングな、ものすごくドラスティックなね、変化が今年は起こると思います。まずこの天王星と、何でしたっけ、天王星とプルートね、冥王星のスクエアというのは、ここずっとあったスクエアですけど、ずっと去年も NG ナビで申し上げてきましたけど、天王星、冥王星があるところはヤギ座、つまり土星が作り上げた一つの大きな仕組みですね。社会の仕組みとか政府だとかね、年金制度とかね、そしてご自分の個人の中のこうあるべきという条件付けですよね。で、牡羊座である第一ハウスの牡羊座、個人を象徴する草の根のレベルでですね、変えていこうというエネルギーがここにありますので、この体制のところがプルートが首都再生の星でですね、今までの作り上げてきた仕組みをですね、もう古くなったものをどんどん壊してですね、しばしんのようにね、破壊と再生をしているエネルギーがずっと流れています、2008年から。そこにこの、草の根のレベルでですね、天王星が個人レベルで変えていけ、変えていけという、エネルギーを出してましたので、で、今ちょうどね、トランプさんが大統領になって、次の日にやっぱりたくさんの女性がですね、世界中ですごいマーチをしてるんですね。で、それもまあ草の根レベルで変えていけと。で、トランプさんのいろんなこう主張とかやり方があまりにも強引で、女性たちがね、一丸となって、スピーカップしてるわけですよ、主張してるわけですよ。だからある意味、なんていうんですかね、トランプさんのいい悪いは別として、確かにこういう大きな、なんていうんですかね、きっかけは作ってますよね。で、そういう意味でやっぱり彼はそういった変えていくエネルギーをこう、なんですかね、そういう役目を持った人なんだろうなと思うんですけれども、トランプさんの話は今日はあまりメインじゃないので申し上げませんけれども、でもこの、木星がね、ここにこう来てるってことはね、これ個人のレベルで言うと、皆さんが本当に今までの自分の古い条件付けとかからをですね、本当に変えていこうと思った時に、しっかりとこの水瓶座の天王星のエネルギーをですね、使って、この2017年最初の新月、そしてこの新しい旧サイクルの、9年のサイクルの最初のこの新年で、しっかりと自分が生きたい夢を描いてですね、エンビジョンしてですね、こうやって私は生きていくんだっていうことを、こう、しっかりと言葉にして、アファメーションしていくっていうことが、どれほどパワフルかっていうことがお分かりになっていただけると思うんですよ。この水瓶座の新月を、のエネルギーを使わないで、いつ使うんだっていう感じなんですね。本当に、今、本当に変わっていけます。だから、水が、このね、天王星のエネルギーっていうのは、本当にスピードが速いですから、イントゥイションですから、もう、さっと入っていきます。そして、今回ね、ちょっと、この水星もですね、逆行から戻ってですね、今ちょうど15度17度でですね、プルートと重なってるんですね。だからやっぱり物の考え方とかもですね、こうやって考えようって決めた時にプッと変わっていきます。だからこれもものすごく大事なエネルギーですよね。そして
冥王星のエネルギーってものすごい深い変容ですよ。トランスフォーメーションですね。ですから、いろんな意味で、浮き沈みっていうかね、英語でチャービュランスっていうんですけれども、何ですか、飛行機に乗った時に飛行機いっぱい急降下したり揺れたりすること、チャービュランスっていうんですけど、まあ、そういう、浮いたり沈んだりすることもあるでしょうけれども、とてもパワフルな変容のエネルギー来ているので、いくら変わろうと思ってもなかなか変われないんですけど、私ね。今宇宙からは変われ変わらっていうエネルギーがこれだけ来てるので、逆に変わらないで古いものを今までのままでいようとし続けると嫌な形で変わらせるようなエネルギーですから。だからこれはしっかりともう自分の方から変わりたい自分を体現するために、どんなことが自分の理想なんだろう、真実なんだろうってことにフォーカスしていくことがすごく大事なんですね。で、天王星が入ってますから、変化はね、急に来ますよ。アンエクスペクテッド。予期しない形でボンってくることがたくさんあります。もう稲妻のように。ね。で、今申し上げたように2017年は本当にこの天王星が大きな役割を果たしてますから、やっぱりこの新月は今年がどんな年かっていう、なんていうんですかね、もう、プレビューというかね、象徴だと思いますよ。エンカプサレイトって英語で言うんですけど、この新月が、この2017年すべての、エネルギーをカプセルに入れてね、見せてくれてるようなエネルギーなので、本当にね、変化が起こるときはとても早いです。で、何か突然ブレイクスルー、突破口が開くような形で変わってきますので、この1月の前半のもたもた感から、これからこの新月、ね、旧正月ですよね、が抜けて、そしてもっとすごいことに、2月になってくると食が起こるんですよ。日食月食のシーズンですね。で、今年はですね、日食月食はね、一つを除いて全部この水瓶座と獅子座の軸、アシックスで来るんですね。一回だけ、魚座があるんですけど、2月かな。今までずっと乙女座、う、あの、魚座のラインで食が来てたんですけれども、最後の魚座の食が終わってですね、そしてもうすべて、水瓶座、獅子座のラインになってきます。それどういうことかっていうと、月の濃度もですね、今ちょうど乙女座、魚座の最後の方にいますね、ここ。今3度ですかね。ですけど、これがですね、だん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 この、何でしたっけ、獅子座の方に入ってきますので、獅子座、それから、水瓶座の方に移動してきますので、これからは、ものすごく、2月になってくると、この食のエネルギーっていうのはもう強力ですから、だからここでまたいろんな揺らぎが来ると思います。ね。だから、これをやろうと言って、スタートするのは今がいいと思いますよ。2月に入ってきて、食の頃は、いろんな意味で揺さぶりが来るので、ちょっと軸がずれやすくなりますので、今しっかりと、覚悟を決めてですね、私はこうやって生きていこうと。ぜひ、アファメーションしてみてください。本当にね、エクサイティングというのがぴったりですよ。もうワクワクするようなエネルギーなので、大きな夢を描いてですね、私はこんなふうに生きていきたいんだっていうことを見てみましょう。そして水瓶座は11ハウスというのは、ここはフェローヒューマンビーングというかね、トライブって英語で言いますけど、同じような考え方をした仲間ですね、コミュニティですね、を象徴してるんですね。だからこれからますますですね、やはり自分をしっかり、私はこんなふうに生きていきたいんだって、社会の規範とかにとらわれずに、
声を上げていったときに、そういった同じような考え方をしているような方たちとつながっていけるエネルギーです。水瓶座は電気、天王星との電気も表して、インターネットなんかも象徴的なものなんですけど、実際私がね、去年からこの星読みつれづれ草で配信を始めてですね、星読みつれづれ草の今コミュニティも少しずつこう、拡大してるんですね。で、おかげさまで、チャンネル登録者数も1000人を超えまして、最近はすごい勢いで増えています。ありがとうございます。そして、ありがたいことにですね、オンラインマガジンでですね、フィーチャーもされたんですね。リンクも下に貼っておきますので、よろしかったらぜひ見ていただきたいんですけど、この2017年の前半のオラクルカードリーディングを、見てくださった、方がですね、ぜひ私の、オンラインマガジンで、フィーチャーしたいですということで、お声をかけていただいたんですね。で、それもですね、その方がペッパーグルさんとおっしゃるんですけど、とっても素敵なラッピングのプロフェッショナルの方なんですね。で、その方が、YouTube でたくさんのラッピングの素敵な動画を作っていて、私はずっと前からファンで、動画アップするされるたびに見てたんですけど、今回お花、お家で取れたお花とかはですね、素敵にラッピングする、動画があって、あまりにも素敵だったので、一言ラブリーって私がコメント書いたんですね。そしたら、そのペッパーグルさんが私のサイトを見てくださって、オラクルカードリーディングとてもパワフルでよかったですということで、彼女のオンライン、マガジンですね。確か、メイプルハワイだったかな。で、フィーチャーしてくださることになったんですよ。で、こんな風にですね、インターネットを通してね、やっぱり私が、本当に素敵だなと思ったからコメント書いたんですよね。そうすると、そこでまたつながって、同じような感覚を持った人たちがね、いいねということでつながっていけるんですよ。ね、で、最近私の動画にも、いろんなコメントしてくださる方がいらっしゃってね、そうするとまたそこでつながれるんですね。だから皆さんね、やっぱりね、なんかこれから本当に、世の中こんなに何億人も人がいますけれども、時間と空間を超えてね、私がアメリカにいようと日本にいようとですね、こうやってつながっていけるんですよ。私はたまたま日本語で動画を作ってますから、私の動画を見てくださっている方は大半が、日本に住んでらっしゃいますけれども、外国に住んでいる日本語がわかる方も見てくださってますけれどもね。そういった意味で、昔のこの基準じゃ全然ないじゃないですか。で、そんな風に、本当に時間と空間を超えて、同じようにこう、いいねと思う価値観が同じとか、なんか仲間とですね、つながってコミュニティを作っていけるんですよ。で、日本に私が帰ってですね、ジャパンプロジェクトをして、フェイストゥーフェイスで皆さんとお会いしてから、またコミュニティがますます広がってですね、で、本当に今度はリトリートができてとかですね、私もどん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 こう、なんていう、絆というかね、つながりが濃くなっているのを感じるんですね。で、これから本当に2020年になって、この、今、射手座にある土星とですね、そしてこの、天秤座にある木星がですね、揃ってですね、水瓶座に入っていきますのでね、行きます。で、その時にはですね、本当に大きくいろんな意味でシフトをしてきますので、その前哨戦、本当にこの2020年にの大きな変化の前のですね、今年新しいサイクルの始まりだなという象徴的な新月になっています。いいですか？で、これだけパワフルなので、土星もですね、蟹座の時と同じようにですね、木星と土星と、天王星とですね、こう、きれいな調停をとってますよね。で、土星とですね、今度はこの金星がですね、こうスクエアなんですよ。で、ちょっとそのお話しますけれども、でも今のこの基調のね、この、基本の
流れっていうんですか、これだけパワフルなエネルギーなので、とても大切なことはやっぱりですね、こう自分がこうやっていきたいってことを決めたらね、あとはね、もう本当にその宇宙の導きをね、信頼して、そしてもうサレンダーしていくことがとても大事なんですね。そしてその皆さんの周りにあるエネルギーの流れにね、 Go with the flow です、に身を任せていく勇気が必要です。で、何度も言いますけれども、本当の自分の真実と向き合わなきゃダメです。自分のエゴで世の中みんなこうだから私もこんな風になりたい、なるべきだっていう形で、何かゴールをセットしてもですね、それが皆さんの真実でなければ流れはそこには行きません。だから、周りがどう言おうとですね、自分はどう生きたいのか、そこの部分にしっかり焦点を当ててですね、アファメーションしてみることが大事だと思います。いいですか？やっぱりね、この獅子座というのは、この食のね、始まるところで、この水瓶座と反対は獅子座なんですけど、このポラリティはね、獅子座っていうのは、やっぱり自分の才能をですね、俺はジャイアンって言ってですね、私はこういうことしたいということをしっかりとこう、表現していくことですよね。そして、自分の才能をこう見せていくことも大事ですね。ですけども、水瓶座は今度はその人の中で、いかに一人一人がインディビジュアリティでね、個性を持ってね、オリジナルになれるかっていうことが大事なんですね。で、そして一人一人が個性を持ってオリジナルにな、自分のオリジナリティをこう生かしながら、みんなで前に進んでもっと良くなっていこうという、そういうエネルギーなんです。だから、なんか今ですね、後ろに下がって、私行きたくない、このままがいいというふうにしがみついてる時じゃないんですね。うん。そのことをよく何度も言いますけど、理解していただけたらと思います。で、そうですね、このドス、あのね、もう一つ今回とても特徴的な、エネルギーというのは、ここ見てください。魚座にこれだけ星が集まっています。まあ、星の他にですね、サウスノードも、それからパートオブフォーチュンも入っているんですね。で、海王星というのは魚座のルーラーですね。165年ぶりに戻ってきているルーラー。そして、カイロンと月がですね、24度、22度で非常にタイトなコンジャンクションを取っています。そして、火星が29度にいるんですね。そして日本の皆さんの場合は、これがもともとの魚座の支配ハウスである、ルールしている12ハウスにあるんですね。ですから、これものすごいこうインパクトがあるんですよ。魚座っていうのはもともとものすごくこうセンシティブなエネルギーですよね。そして今回この金星が24度と、土星がですね、伊手座の24度で、イグザクト、ぴったりにですね、スクエアを取ってるんです。だからやっぱりこの土星と金星がスクエアを取ってるっていうのは、結構厳しいエネルギーですね、これね。で、やっぱりここはしっかりとですね、この土星と金星のエネルギーを理解することが大事です。土星はこうまた24度ってね、これギャラクティックセンターの近くですからね、パワフルですけれども、土星はやっぱり基本的に固める力、そして制限を与えますけれども、もう一つはやはり非常にこう尊敬するというかね、リスペクトすることが大事ですよね。で、しっかりお互いを尊重し合いながら、感謝を持って、金星というのは、ある意味、こう、なんですかね、愛の星ですよね。で、金星が象徴するのは、この、リレーションシップじゃないですか。人間関係というか。そして、特に金星と火星がこう固まってますので、やっぱり男女間のですね、パートナーシップのようなリレーションシップが非常に多くなります。で、これをですね、やっぱり、この愛と、このリレーションシップを、
やっぱり真剣にもう一回向き合ってみる必要があると思うんですね。女性というのは責任も表しますから。そして、金星というのは本当に愛のエネルギーですけれども、この魚座にあるということは全て溶かしますから。そしてここにカイロンがくっついているということは、何かこう古い人間関係とかね、パートナーシップとかのね、傷がある場合は、しっかりとそこと向き合うことでですね、必要なものがもう古くなってしまったものはしっかりとある意味けじめをつけてレッドグーすることも大事でしょうけども、ここでしっかり向き合うことでものすごい癒しが起こるようなエネルギーなんですね。だから、ここをしっかりと向き合うこと大事だと思います。で、もう一つここで考えられるのは、金星ってのはやっぱり何て言うんですかね、もともと第2ハウスと第7ハウスの、まあ、牡牛座と天秤座のルーラーですから、牡牛座はやはり自分の価値観とか才能を使って、稼いでくるお金も関係してくるので、金星っていうのはやっぱりファイナンスも関係してきます。だからそのアバンダンスとかファイナンスということももう一回見直してみることが必要でしょうし、土星はある意味キャリアを表しますから、その愛情関係、ラブ、そしてお金、ファイナンス、そしてキャリアみたいなものをですね、このスクエアがある時にですね、いろんな意味でこうぶつかり合うエネルギーですから、ぶつかり合う分、本当に変わっていこうとするときに、いろんなコンフリクトを見せてくれるので、そこをしっかりと見返ることで、じゃあここはもう思い切って切っていこうとかね、ここはこっちの方を優先してこちらで行こうとかっていうことをね、決めていけるチャンスなんですよ。で、そこをしっかりと向き合うことで、特に金星がこれからもう逆行に入るシャドーフェイスに入ってきてるので、今ここをしっかり見ていくことで、なんていうんですかね、本当にブレイクフリーするものはしていくと思います。で、ある意味ここでしっかりレッドゴーしたら、新しい人々と会っていけると思うんですね。だから古いしがらみとかそういったものをしっかり切っていくと、ことも自分で覚悟してですね、アファメーションするといいと思います。そしてこの新月のもう一つ特徴はですね、この新月の時はですね、29度49分にあった火星がですね、2時間後にですね、牡牛座に入ってくるんです。牡牛座というのはこの最初のサインですね、12サインのね、つまり始まりのサインですよ。そしてこの火星というのは牡牛座のルーラーなんですね。そういった意味で、これもね、この水瓶座の新月が本当のニュービギニングということのすごい象徴だと思いませんか？そして、この、まあ、火星というのはね、力ですよね。生きていく時のエネルギーそのものでしょ？そして、どういう力かっていうと、やっぱりね、自分が正しいと思うことをね、意志を持ってね、意志ですから火星は。意志を持ってやり通すエネルギーなんです。ね、金星はどっちかっていうと、楽な方、気持ちがいい方にやりたいわけですよ。そうすると、例えばね、今私はお寺の監視業をしてるんですけどね、やっぱ早く起きなきゃいけないですね、監視業だから。そうすると、いつまでも寝てたいわけですよ。金星は、今日も雨が降ってるし、今日はもう寝てたいなと思うけれども、火星は、いや、でも、大事な修行だ、ちゃんと起きていかなきゃって言ってですね、その寝たいという、その居心地の良さをですね、切り捨てる力を出せるのが火星なんですね。だから、その火星のエネルギーをですね、しっかりと使うにはもってこいの時なので、しっかりこれを利用してみてください。はい。まあ、そんなところかな。全部お伝えしたかな。もう一つですね、やっぱり、この、魚座というのは、
もともと非常に可用性のエネルギーで無条件の愛で、みんながつながっていけるよねっていうエネルギーじゃないですか。だから、やっぱりこの利他用ってこともすごい大事だと思うんですね。この水瓶座のエネルギーっていうのも、ただ俺はジャイアンって光っていた魚座、獅子座のエネルギーとは違って、この自分の本当にユニークな真実で生きる大きな夢をですね、周りの人のために使っていける、貢献できるような、そういったエネルギーなんですよ。だからやっぱり自分が面白いな、楽しいなと思っていることを、それをすることで何がこう世の中にこう何て言うかな、周りの人のためにできるかなという視点で、自分のそのワクワクをですね、何て言うかな、探し求めてみるとね、そこに何か自分がワクワクするのは何でかなっていう時に、必ずなんかね、自分だけのワクワクじゃないはずなんですよ。どっかそこの魂の奥の方でね、つながってる人たちと絶対なんか今日シェアできるものがあると思うんですね。だからそういった視点で、私はこんなことに興味がある、こんなことやりたいってことをですね、自分から発信していく、ね、インターネットが今こういう時代ですから、そして動画を見たり、誰かのブログを見た時にいいなと思ったら、ちゃんとコメントしたりとか、そういったことでですね、つながっていけるんですね。で、もう一つね、この彗星がですね、ユラノスと重なってる、ごめんなさい、冥王星と重なってるってことは、この天王星ともスクエアになってるってことなんですね。で、これから考えると、やっぱり、自分にとって何が真実かっていうのは、多分、世界の真実もそうなんですけども、何かね、報道が、やっぱり今、トランプさんの例も挙げて言ってますけど、やっぱり今のマスメディアが随分と、大統領選挙の時も、操作してましたよね。だから何が真実かっていうのを本当に探るときに、今までのこのマスコミのデータとか誰かが言ってるっていうことだけを信じて、生きてると、本当の真実に気づけない可能性があるじゃないですか。だから多分なんかこの天王星っていうのは本当に新しい革新のエネルギー、オルターナティブなエネルギーですから、ますますこれからね、情報がそのオルタナティブなメディア、いわゆるマスメディアじゃなくて、オルタナティブなところから情報を取ってくるようなことも起こってくるようだと、来るんじゃないかなと思います。何か、だからやはり、個人が発信するって言っても、そこをどういうふうに検証するかって問題ありますけれども、でもそういった意味で、本当にね、フレキシブルに自分から求めていったときに、いろんなこと、情報が入ってくると思うんですけど、そこをよくディスアンメントね、識別してね、自分の頭でしっかり考えて、自分で感じてみて、実際に行動を起こして味わってみる、そんなようなことをしながら、ああ、やっぱり自分はこういう生き方、こういうことをするのが好きだなとか、ああ、こういうのが自分はいいなと思う、そこをですね、大きな手がかりにして、自分らしく生きていくっていうことを、こう、具現化していける第一歩の種まきをすることができるエネルギーが流れてるんじゃないかなと思います。で、何度も言いましたけど、水瓶座っていうのはこの like minded people ね、本当に同じような考え方をしている仲間とつながっていけるエネルギーなんです。で、今は何もその周りの近所の人たちと付き合うのでの中にいなくても、時間と空間を超えて、このインターネットとかいろんなツールができてきて、これからもっともっと変わってくると思いますけどね。ますますこういろんな技術が進歩してきてですね、変わっていけるところでですね、なんていうのかな、自分の殻に閉じこもって、どうせ分かってもらえないやというふうに引っ込んでないで、
自分がこんな風に生きたいなと思うことをですね、しっかりと主張していくことがとても大切な、時だろうなと思います。今本当にこの新月でしっかりとそこ、自分の真実は何なんだろうということをね、向き合ってアファメーションしていくということが、これから2020年までの3年間ですね、大きく、実ってくると思いますので、そのことをよく頭に入れてですね、なんですかね、この新月を利用していただければと思います。はい、じゃあもう長くなってきたので、最後にですね、これ全部言ったかな、新月データ、アストロヌメロロジーとサビアンシンボルだけお話したいと思います。アストロヌメロロジーですね、2017年何度も言いましたけど、10の年で、10というのは1になるんですね。10は1になりますから、これ本当にスタートの年なんですね。ニュービギニングです。で、これから9年のサイクルね。そして1月はこれに1を足してますから11なんですよ。で、11ってのはこれゲートウェイですよね。ね、1と1が2つあって門になってますから、これも本当に素晴らしい。マニフェステーション、ごめんなさい。マスターナンバーでもあるし、非常にだから精神性が高いマスターナンバーなので、やっぱりスピリチュアリティってこと、自分の魂が本当に望んでることとよくよくこう、自分のインテグリティ、自分にとっての正義とかね、自分にとって統合された、気高さみたいなものは、こういう生き方なんだっていう、大きなね、ビジョンを描いて、その門をくぐっていくのが、この2017年の1月のエネルギーです。そして、28日はですね、これ全部11に2と8を足すと21になるんですね。で、これってすごい21世紀の象徴だし、21というのは、タロットで言うとワールドのカードです。そして、何度も言いますけど、21は2たす1で3になりますから、これは非常に大きなこうエクスプレッション、変化していく、自分を本当表現していくというエネルギーなんですけれども、タロットで言うとですね、10は、前の、カニ座の新月でも申し上げましたけれども、ウィール・オブ・フォーチュンですね。で、これ本当にこうぐるぐる回っているんですけれども、大きく新しく回転していくエネルギーです。新しい輪が回転始めました。そして11は、ライター版ではジャスティスです。ね。で、8はですね、ストレングスになるんですけど、これマルセイ版だとこれが逆になるんですね。こちらが11で、こちらが8になるんですね。で、いずれにしても、このストレングスっていうのは、やはりこう、なんですかね、ライオンを、猛獣をですね、女神様がこう手段付けてる。ね、だから忍耐力を持ってゴリ押しの力ではなくてですね、こういうふうに何ですかね、このパーシビアランスの力ですね、忍耐力を持つその力でですね、しっかりと自分にとって何が正義なんだ、自分にとって大切なものは何なんだろうっていうことですね、この剣とですね、この天秤を持ったこのジャスティスのね、カードが象徴するような視点でですね、これからの新しい9年のサイクル、自分と向き合っていくことが大切な水瓶座の新月だと思います。そして、このワールドのカードですけれども、ワールドのカードはこのウィール・オブ・フォーチュンと非常に関係してるんですけども、ウィル・オブ・フォーチュンもワールドもですね、ここに、前にも動画で説明したことあると思うんですけど、牛、ライオン、そして、ワシ、そして、人がいますけれども、これはね、お牛座、獅子座、そしてここはですね、サソリ座の1オクターブ上のサソリ座が地のサソリからですね、死と再生で再生して飛び上がっていったときはですね、フェニックスになって、ワシになるんですね。で、これ、サソリ座。そして、ここはですね、人なんですけど、これは、水亀座というのは、人がこう、亀を持ってこう、垂らしてるんですね。で、ここ、水亀座の、意味でですね、この4つのサインというのは全部不動級なんですね。だから、宇宙の真理を今、不動のは変わらないということを象徴してて、そしてみんなこの、
宇宙の真理の書物で勉強してるんですね、この天使さんたちは。そして今度はこちらになると天使さんたちの顔だけになってきますけども、こう進化してですね、自分がこういう、これが私の世界なのよという世界、21というのは、まあ、タロットカードのダイアルカナの最後の、まあ、カードですけれども、ここでこう、子供だった勉強してた人たちがですね、しっかりとこう育っていって、こういうカードを、こういう世界を作ってるわけですね。で、バランスの取れたね。そういった象徴があるこのカードの両方がですね、この2017年最初の水瓶座の新月、ね、旧正月のエネルギーとして出てきてるっていうのはすごいなと思います、私は。そして2017の17ですね、この前にも申し上げましたけど、スターなんですね。去年は16でタワーでしたから。で、ここはオラクルカードリーディングのまとめのところでもご説明したと思うんですけど、もうこれ以上ちょっと触れませんけれども、非常にパワフルで、スターは1たす7は8になりますね。そしてこの水瓶座の新月は8じゃないですか。だからこの2017年の8というこのエネルギーが非常に象徴されている、なんですかね、新月でもあるんですね。そうですね。で、この17の場合は、まず1ですから、自分から上に向かってしっかりと発信していくことが大事です。1というエネルギーは自分から外を出していくエネルギーです。そして7はですね、今度は受け取るエネルギーなんですね。そして非常にこうスピリチュアルなマジックアルケミーのエネルギーなんで、自分から私はこんなことやりたいんだってことをしっかりとアファメーションして行動に起こしていくときに、なんかすごいですね、宇宙からマジカルなエネルギーが来てですね、それと合体して8というのはマニフェステーションのエネルギーですけども、なんかマニフェストされていくような感じを私は受けますね。そして21ですけれども、ここは今週のオラクルカードリーディングも21が出てきてご説明したと思うんですけれども、2というのは今度は受け取るエネルギーなんですね。だから今年1年はこの自分からしっかり出していく中で大きなマジックなことが起こるんですけども、この2017年最初の1月28日の新月は21ということは、よくですね、その自分と内側を込めてこういうことをやっていきたいというふうにですね、アファメーションしたことをですね、宇宙に伝えていったときに、宇宙からたくさんのダウンロードがもらえると思うんですね。で、宇宙からのいろんなエネルギーをしっかり受け取ってですね、今流れてきてるこのエネルギーたくさんあるじゃないですか。それをしっかり受け取って、その流れに任せて、そしてじゃあ自分はこの流れに任せてこっち行きたいんだっていうことをしっかりと主張していく。1のエネルギーですね。2が先に来てるでしょ。だからそこがすごく大事なような気がしますね。そしてサビアンシンボルなんですけども、水瓶座の8度15分はサビアンシンボルを1を足しますので9になります。で、これがね、ワシへと変身する旗というんですね。A flag is seen turning into an eagle。で、イーゴルっていうのはまさしくこの、サソリ座が使徒変容として、エネルギーでですね、サソリから不死鳥になって、ワシになっていくようにですね、旗がワシになっていく。で、これすっごい象徴的じゃないですか。旗っていうのはただの印ですよ。ね。私たちのこうなったらいいなっていうのは考えかもしれません。アイディアかもしれません。それがですね、具現化してワシになるんですよ。ね。だからワシっていうのは実際に行動を起こす象徴ですよね。そしてワシってすごく空高く、舞ってですね、こうイーグルアイでですね、全体を大きく見渡すことができますね。だからやっぱりこの新月はちょっと一歩高い視点で見て、自分は本当にこんな風に生きていきたいなと。アファメーションね、何か身近な
来年、来月、これがもらえますように、なんていうような、そんなちっぽけなアファメーションをするんではなくて、私はこんな風に生きてやるんだっていうような、ね、私が去年、愛で生きるってこう決めたようにですね、もうそれをですね、もうちょっと具体的にですね、愛で生きる、そしてどういう風にそれを生きて、アクションを起こしていくのかっていうことをですね、大きな視点で見て、なんていうのかな、アファメーションするのがとても大切な、エネルギーだと思います。ね。ここにですね、ちょっと英語のサイトから取ってきた、解説置いておきましたけど、Process of Spiritual Realization as it progresses from outer to inner standards。ね。だから、やっぱりスピリチュアルな具現化ですよね。それが、その外から内側にのスタンダードにのプロセスになっていく。だから、やっぱ内側から私はこんな風に生きていきたいっていうことをですね、伝えていく中で、旗がですね、本当にわしになっていく。そして、リバース。新しく生まれて、もしくはリベリアムアゲンスト、ドラジェリーですね。だから、今までこう、引きずりってきたような、来たことに対して、いや、ずる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 、こう、引きずられてきたようなことに対して、いや、今は私はこうやって生きるんだっていう流れ、なんていうんですかね。こう、世間の常識みたいなものを逆らってですね、自分らしく生きていくことを許していいよという、エネルギーが、この今回の、新月のサミアンシンボルにもなっています。はい。ということで、ちょっとまだ言い足りなかったり、まとまってないこともあるかもしれないんですけど、もうあまり時間がないので、とりあえず、大急ぎでですね、まとめました。もし、まだ言い足りなかったことがあったらですね、またオラクルカードリーディングか何かでフォローしたいと思います。それでは皆さん、本当に、この水瓶座と新月、新しいサイクルを、スタートする最初の新月ですから、しっかりとですね、アファメーションしてみてください。特に、この魚座に集まっている金星と火星を使ってですね、カイロンを使って、この土星とこの、金星のスクエアを、に関することをしっかりとね、見ていくことが大事だと思います。で、この時に、木星とインコンジャクションも入ってますので、ちょっと調整が必要になってくるかもしれませんけれども、その辺もしっかりと、理解していただければ、このね、木星が天秤座にあるのでね、金星魚座でしょ。だから、もともとそのバランスというところを拡大していくんだけれども、そこでやっぱり、魚座のようなエネルギーですよね。こう、無条件の愛できちんとやっているかな？バランスを取れてるかな？何かそこら辺のところで少しこう、調整が入るようなエネルギーがちょっと見えますけれども、蟹座の満月のどのくらいリリースできたか、そこでその、なんていうんですかね、この波紋がまだずっと残ってる状態ですから、今、この数日しっかり瞑想してですね、大きな夢を描いていきましょう。そして最後に、一つヒントを言いますけれども、変わっていくときにね、恐怖で変わるのか、ビジョンで変わるのかっていうのがあるんですね。自分が怖いとですね、このまんまじゃ怖いからって言って変わろうとするときは、なんかどうしてもこだわってですね、なんかこう衝動的に変えていかなきゃ、急いで変わらなきゃっていうふうにしてしまうことが多いんですね。で、それって、恐怖から生きてるときの変わり方なんです。だけど、こう、ビジョンで生きるときというのは、愛で生きてビジョンでこんなふうに生きていきたいなというときは、そのビジョンがどんな変化が必要かなってことを導いてくれるんですね。で、それはやっぱり、周りを見ながら、どんなふうにステップをしたらいいだろうという形で、そんなに、なんていうんですかね、ドラスティックにね、急激に焦って変えなくても、一歩一歩やっていこうという、今を生きることを許せるエネルギーなんです。そして、この今を生きる、ね、宇宙に、任せてですね、宇宙とつながっている自分を信じて、この流れに乗りながらですね、エネルギーを見ながら、今を一生懸命生きた時にね、どうやってそこに行けるかわからないけど、一生懸命生きた時に、ものすごいマジカルなエネルギーが本当に来るんですね。
それが天王星のエネルギーだし、で、だからビジョンを持つことがすごく大事なんです。わかりますか？だからそのことだけ、ぜひですね、理解していただきたいと思います。自分が変わらなくちゃ変わらなくちゃって、変に焦って変わろうとするときはですね、もしかしたら恐れで変わろうとしている場合があるかもしれません。そういった意味で、しっかりとですね、もう一度瞑想をしてですね、自分が本当にどんなふうに生きたいかということをしっかりと見て、そしてそこに行けるのがどうやって行けるかわからなかったら祈りながら、で、今できることを一つアクションを起こしていくことが大事です。この水瓶座の新月はしっかりアフォメーションしてアクションを起こすのは今です。今アクションをしっかりとまず第一歩を始めて、そして2月はちょっと食でいろいろ揺れ動きがきますけれども、自分の軸をしっかり持ってですね、今年1年素晴らしい1年にしてみましょう。このエネルギーはですね、2020、この17年の終わりにはどうなってるのかなって、私自分自身もですね、どんな風になってるのか今想像がつきません。そのぐらいすごい変革の新しい真っさらなエネルギーが流れています。だから本当に皆さん、自分らしく生きることを自分に許した時に、宇宙からどんなサポートが来るか、素晴らしいサポートが来ると思うんですよ、私。だから、私もワクワクして今生きています。このワクワクが皆さんに伝わればいいなと思ってます。はい。それでは、素敵な新月をお迎えください。ご清聴どうもありがとうございました。